登山靴が結構曖昧な表現で販売されてるケースが多くて、この図に次のページ、まあ、2章のところなんですけど、ここに図に書いてあって A B C D E ともう一つ F っていうところなんですけど、6通りで、この登山靴はどちらかというとヨーロッパを中心に、作られているものを、まあ、日本で作っているメーカーもあるんですけど、日本ではそれをこう真似して作っていると、コピーして作っているんですけど、登山靴の奥はヨーロッパから入ってきたスタイルを、まあ、日本のメーカーは真似しているんですけど、そのヨーロッパのものを輸入して販売しているブランドもあるので、ヨーロッパの方では登山靴っていうのが6つのカテゴリー分かれて考えられているんですけど、日本では、スリーグッズ、ツーグッズぐらいに表現されている。この中にはトレッキングとかいろいろこう、トレッキングとかハイキングとか、いろんな言葉が使われているんですけど、まあなんとなくこの、この辺でこう分かれてて、夏靴と呼ばれてるものはもう夏ごろにドワーッとこう並んでて、どれでもいいような感じで言われている感じのことがあるんですけど、ヨーロッパでは基本的にはヨーロッパアルプスがための、まあ、登山靴に関してはヨーロッパアルプスを意識した、登山靴が作られていて、その6つに分かれたカテゴリーで販売されているという感じなんですけど、今からですね、ここに6種類の靴を見ます。これまあ自由に触ってもらってるんですけど、この6種類の靴でこのカテゴリーにですね、分けていきたいんですけど、こんな感じですね。いろいろ触った感じで硬さとかすごい重いですよね。スキーブーツみたいな昔のやつ。テレマーク。で最近はです、最近このことに関しては YouTube で動画を流してて、そこで説明してると、まあ、同じなんですけど、見られました、こういう絵を、はい、絵の前で説明してる、はい、説明した、はい、それとは同じ内容なんですけど、それがですね、このイラストに似たような絵を今月7月号かなんかのピークスっていう雑誌の、なんか登山靴の紹介のこれと似たような絵をちょっとこう多分変えてるんですけど、見ました、その見ました、その絵、うん、でこのカテゴリー分けもまあ大体同じ、うん、ちょっと違うんですよ、ちょっと甘いなっていうところがあるの、何でしょうか、何でしょうか、違う人でしたね、何もその相談とかもないようなんですけど、さすがパクリだなみたいな、いいですわ。前にもなんか山系の記事を全くこうパクって書いて変えられたりしてました普通にね、だってこの山の形なんてこのまんまだし、この田んぼの表現でこれカラーのやつね、なんか本当に似てるなって感じ、違うように描けばいいのかなと思う。そのカテゴリー分けも、ただそのカテゴリー分けに関しては、ローバーとかドイツのメーカーがそのカテゴリー分けをしてて、イタリアのメーカーとかは多分そんなやってんのかな、まあ、ヨーロッパの方のメーカーのカテゴリー分けをしてるんですけど、でもああいうのがこう一般的にやっていくと、今度は選ぶ側も間違えないで、お店側もああやってこう表現されて、メーカーもね、そうですよっていうことになってくると、お店側も同じような表現にしないと、そうすると流通でちょっとこう経済が破綻する可能性があるんですけど、登山のメーカーが
っていうのをちょっとあれを説明したいと思います。でまずここがウォーキングなんですよ。街中、うん、こう田んぼがあったりとか、うん、こうあのアスファルトがあったりとか、普通の街中ですよ。街中はウォーキングというカテゴリーになります。でこの中でウォーキングっていうのはどれなのか、まあ、これですよね。まあ、芯が入ってなくて、まあ、ぐにょぐにょなんですけど、基本的にはもう平らなところ の、 あのアスファルトとか、砂利道でも比較的硬い